イブリ総合振興局の村田です。イブリ教育局の森下です。今日は皆さんに大事なお知らせがあります。今、苫小牧市や室蘭市を含むイブリ管内では新型コロナウイルス感染症の発生が続いています。自分自身や大切な人の命を守るため、一人一人が感染防止対策を行いながら生活することが重要です。そこで皆さんに特に気をつけていただきたい5つの場面についてこれから説明します。1つ目の場面は朝起きた時です。朝起きたらまず体温測定や健康チェックを行いましょう。もし体がだるい、咳が出る、熱っぽいなど体調に違和感がある場合は、無理をせず学校に連絡し自宅で過ごすようにしましょう。2つ目の場面は登下校の時、 JR やバスに乗る場面です。学校に来るときには JR、バスを利用している方も多くいると思います。JR やバスに乗るときには必ずマスクを着用して静かに過ごすよう改めて心がけてください。3つ目の場面は学校での過ごし方です。休み時間やお昼休み、食事をするときは飛沫が飛ばないように向かい合わせに座らないよう心がけましょう。また友達と会話をするときは必ずマスクを着用しましょう。声のボリュームを小さめに。また外から教室に入るとき、咳やくしゃみ、鼻をかんだときなど手洗いをしてほしい3つのタイミングがあります。これらのタイミングに当てはまるときには手を洗うようにしましょう。4つ目の場面は部活動です。部室や更衣室で会話をするときは必ずマスクを着用するようにし、用途はできるだけ消毒をして使用するようにしましょう。活動の内容によってはマスクを外して運動を行っても構いません。1つ目の場面は放課後です。放課後、用事のない人は寄り道せず逆に帰宅しましょう。早く帰ろうは最後に私たちからお願いです。春休みなどの休暇はついついいろいろなことをしたくなりますが、十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がけ、病気に対する抵抗力を高めましょう。また、外に出かけるときは、繰り返しのお願いになりますが、必ずマスクを着用し、手指消毒を徹底しましょう。そして何より、皆さんに最も心がけてほしいことは、思いやりある行動をすることです。偏見や差別、いじめなど、心ない行為は、決して許されるものではありません。正しい情報のもと、理解を深め、冷静に思いやりのある行動をお願いします。つらない、いつかない、今、一人一人ができることを。自分自身や大切な人の命を守るため、一人一人が感染防止対策を行いながら生活しましょう。皆さんのご協力をよろしくお願いします。